さよなら満足さん、僕はあなたのことを忘れない。どうも、ガヤク大好きマンです。今日はですね、追悼式を取り行いたいと思っておりまして、まあ、さよなら会ですね。さよならとありがとうございましたということで、まあ、お礼の意味も込めて追悼式を行っていきたいと思います。スキルワンハンドスターターが、修正されますということでね、これ昨日の動画でも話しましたけれども、ワンハンドスターターが、ワンハンドレスコンボを後押しするためのスキルでしたが、主に他の戦術に使用されているため調整を加えます。他の戦術というのが、まあ、何かという話なんですけれども、こちらでございますね。はい、ワンハンドスターターを主に使っていたデッキはこういったデッキとなっております。見てください。どうですか、本日の商品がこちらっつって、ゴミのようなデッキですよね。人間のクズ、人気クズ中のクズがしか使えない、クズ中のクズしか使いこなせないデッキとなっております。ワンハンドスターター、まあ、これもともとどういうスキルだったかっていうと、初期データが1枚になる代わりに毎ターン2枚ドローすると。で、これがどうやって修正されるかっていうと、なんか闇属性モンスターしか入ってないデッキじゃないと無理ですよみたいな感じになるんですよね。だから今回採用しているこういったカイトロイドとかマッシブウォーリアとか、まあ、ハネクリボーとかね、この辺のモンスターは採用できないということになるわけですよ。まあ、つまり実質死亡と、このデッキは。だったらね、最後にね、思う存分使いましょうよ。思う存分。思う存分使いましょうよ。最後にね、こういったデッキのギミックとなっております。もうなんか特に説明することはありません。ひたすら嫌がらせするだけです。ひたすら相手からのダイレクトアタックとか、ダメージを防いで、遅延行為をし、で、最終的に局地的大ハリケーンで自分のカードを戻してデッキ切れを防ぎ、相手に絶望を叩き込むと。まあ、こういったデッキとなっております。はい。では、この世の終わりの終わりデッキ、やっていきましょう。こんなんじゃ、満足できねえぜ。満足できるわ。満足できるわ。うん。みんな満足できる。俺は満足できねえ。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方、エドフェニックスくん、よろしくお願いします。これがハンドレスコンボや、ヒャーデュエルだもう楽しいわ、もう楽しい。なんでなんでだよ、こいつなくなるの、なんでだよ、くそー、チキショー、悔しい、悔しいです俺はあんたのことを忘れない、俺はあんたのことは忘れないよ。カードを1枚セット、カードを1枚セット、半終了これしかしないぜ。ちなみに、私、今日モンスターを元で出すことはありません。基本的に全て、ラボがいるか、ラボがいるけど、基本的にモンスターは全てセット、もしくは強い、やるじゃないか、なかなかコズミックサイクロン、やりますね、やりますね、突破できます、私のこの最強盤面。マッシブウォーリアセットのクリボーっていう、このひたすらに鬱陶しい、もう最強盤面突破できます。プロデュエリストさん、プロのタクティクスを見せてくださいよ、デュエルだこいよ、いいよ、こいよ。お、マッシブウォーリアの効果、一旦に一度戦闘では破壊されない。お、マスクか、お、来た、マスクチェンジ、いいですね。これダイレクトアタック連発されるのが一番辛いですけどね。はい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 、はい、いいですよ。でもう一回殴ると死にますよこいつ。いい、あ、いいですね。でマスクチェンジサーチできますよ。やりますね、なかなかやりますね。はいはいはい、なるほどでございますね。でさらにマスクチェンジを発動、暗記で暗記を変身させていく。 OK、ダイレクトアタックダメージ計算じっくりまーすお、まだなんかありますか、もう一枚あります、もしかしてこれマスクチェンジ、まさかのマスクチェンジ3連発、うわ強い、ハンド強い、なかなかの強さ、あぶれー、よかった、ギリギリセーフ、あぶれー、死ぬかと思った。 OK、 でターンエンドしかないですよね。 OK、 俺のターン2ドロー、いやー
さあ来い、殴れ、俺を殴ってくれ、もっともっと俺のことを殴ってくれ。バトルフェイス誰勝ったかだろ。え、オッケー、カイトロイド発動、シャオラいやー、サレンダーしかされねえぜ。サレンダーしか、さっきね、でもね、なんかすげえ粘ってきた人いたわ。めちゃくちゃ粘ってきた人いたわ。結構ね、なんかね、10分ぐらい戦ってたね。で、局地的大ハリケーン、したら絶望の放置だったわ。こういうデッキを使ってる場合はね、皆さんね、放置プレイしない方がいいですよ。逆にね、気持ちいいから。逆に気持ちいい。この、放置されると、うえーってなっちゃうから。アドレナリンがマックスだっちゃうから、めちゃくちゃ気持ちいいから、やめた方がいいよ。こういうデッキ相手にするんだったら、多分、ね、やめた方がいい。基本的にはね。はいはいはい。で、ライケで OK でしょ。ライケで OK。で、ブラックフェザーです。チームの効果で、トークンが出てくる。OK。トークン問題ないよ。OK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 。で、破壊効果に遅延しましょうね。金栗坊さんは。OK。よかった。S チーム OK。これね、先行ちょっと辛いんですよね。1枚しかないんで、手札が。先行マジできついんですけど、まあもう高校取った瞬間から結構ね、なんかイキり出すっていう、高校取った瞬間から満足さんクソイキり出すっていう、ね、これあるある、これワンハンドレス、ワンハンドスターターあるある、ワンハンド使いあるある、高校取ったらイキりがちライケル OK、 ライケル効果にチェンシークリボー呼べる効果、そうクリボー呼べる効果によってデッキより羽根クリボーパイセンを特殊召喚さあ殺してみろ、さあ俺を殺してみろ、カイバー、そんなんじゃ満足できねえぜ。さあ俺のターン、すぐだろう、あそれは早い、あぶねえ、これ骨体やばい、これ骨体だったらやばいよ、骨体ではない、あぶねえ、セーフ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 、で、ライケリ効果にチェンジしましょう。また、同じことしていけばいいだけの簡単な、危ねえ、よかったー、セーフ、クリボー呼ぶ兵の効果発動、羽根クリボーパイセンをデッキより特殊召喚していく、していく、うぃさあ、殺せよ、さあ、俺を殴れ、ライケリ効果、いいだろう、羽根クリボーパコーン、で、羽根クリボー効果で、このターン、ダメージはゼロになっていく、俺のターン、ツーだろー、あー、オッケー、オッケー、で、カード1枚セット、ターン終了楽しいんだが、遊戯王楽しいんだが、こんなんじゃ満足できねえとか言ってるけど、普通に満足してるわ、今俺。いやー、もう記念ですからね、この最後の。最後の記念。あー、オッケー、ハルキでも効果、ダメージゼロになっていく。さあ、鬱陶しいです。さあ、どんどんとアドバンテージが開いていきます。あー、来た、やべえの来た、うおこれさ、俺思ったんだけど、スチームトークンってこれ強制出てんじゃん。これ強制効果なんですよ、スチームって。トークン絶対出るから。これさ、チューニングできないんじゃね、これ、俺思ったんだけど、これチューニングできない問題発生するよね、多分これ。これ、スチームも効果使ってっから墓地から蘇れねえし。これさ、なんてもうさ、8-1 とかさ、もうさ、これ多分向こうのさ、デッキ多分1とは3しか入ってないでしょ、チューナー。おそらくだけど。だから、これ多分ね、処理できないと見た。死分アドバンスあるか。はい、テンパランス効果。はい、ありがとうございます。死分はいますか、会話さん。死分は早めに引いた方がいいですよ。死分引かないとあなたバンで死にますよ。ドロー チューニングできず、海馬社長チューニングできず、さあ着々とあなたのライフポイントが削られていきます。さあシムーンは引いたんでしょうか。シムーン引いてないとあなた終わりですよ、次のターンに、次のターンで終わりですよ。さあシンクロができません、困っております、海馬社長。おっと黒い旋風、いいじゃん、黒い旋風で、あれですよ、でも黒い旋風で何を、おお、なるほど、ゲイル効果で、ゲイルじゃねえや、旋風効果でサーチしていく、でゲイル持ってきていく、ただレベルが合わずにシンクロができない。さあチューニングできません、どうするんでしょうか。クリボールそれはもう甘んじていきましょう。はい、あとは私は2枚カードを
んだろさあスタンバイフェイズを宣言しの会話対戦ありがとうございましたあー楽しい。さあお相手の方いきまーす。これがアンドレスコンボや。あちょっと、まあ、OK ナイス。あでもダイレクトアタックめんどくせえな。いやダイレクトアタックはクソほどめんどいってのあるんですよね。まあ一応ね耐久カードがあるんでね、それをまあ頑張って引いていくというだけでしょうか、まあ、クリボー、テンパランス、カイドロイドあたり最強なんでね、トゥーンに対トゥーンに関してはキリモルたちをなんか珍しいカード入ってますね。さあこ先行はちょっとやばいんですけど、まあ、次ターン帰ってくればこっちのもターンが、あサクリボー強いじゃん。なるほど。でトゥーンの動き発動いいでしょう。ガールですか。ガールオッケー。ロールバックやめて。ロールバックマジでやめて。ロールバックマジで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 ロールバックある。やばいやばいやばい。トゥーンブラックマジャンガールオッケー。トゥーンブラックマジャンガールはそこはオッケー。でワンドローやめてやめろ。つまれてストップ。ヘルモスの爪何これ。ヘルモスの爪どういうこと。あれかタイマジカンマーか。あ違うわ。ヘルモスのロケットヘルモスキャノン。あこれ2回攻撃できるやつだな。あれあちょっと待って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